はい、タバコの、巻き紙レビュー動画。今回はこちら、レーベルという、これはね、あれですね。チェの巻き紙、チェの付属ペーパーです。こちらをレビューしていきたいと思います。まあ、見た感じかなり薄い。もう透けてますね。めちゃくちゃ透けてるね。もうすりガラスレベルの透け方をしております。まあ、これをね、レビューしていきましょう。吸うね、タバコはドラム。ドラムとピュアの、スリムフィルターで吸っていきます。よしと、まあこちらはねかなりね優秀なペーパーで、まあ薄くてなおかつねスローバーニングなんで非常に使い勝手がいい評判のねペーパーです。2チャンネルでも評判のねチェの巻き紙。はい、吸っていきます。まあ、無漂白ではありませんが、ちゃんと漂白はされてるんですけど、個人的に茶色いペーパーはまあ無漂白なんですけど、そっちよりは白い漂白ペーパーの方が個人的には好きですね。紙臭くもなく、ね、非常に上等だと思いますね。うまい。まあ、一つ欠点とすれば、売ってないということですね。こちら非売品となってて、チェの、チェシリーズで、手に入れる以外に、入手する術がない。やっぱダイレクトに結構紙のね、味が全然しないので、うん、美味しいですね。これは文句ないでしょ。まあ、入手ができないという点をまあ考慮して、しても、まあ、チェ自体が結構安い、550円で安いので、まあ、チェがね、まあそんなに美味しくはない、いや、美味しい、まずくはない。まずくはないタバコなんで、まあ。まあでもわざわざチェを買うほどかと言われると、まあそこまででもないんだけど。まあ個人的には、薄い。漂白ペーパーだと、スモーキングのマスターあたりとかね。あそこら辺を、まあ値段が安く。まあおまけに60枚入ってるという、お得ね、10枚お得なペーパーですから。まあスモーキングシリーズは本当にあれだよね。実に60枚入ってるという、普通の紙巻き紙は50枚なんですけど60枚入ってるので、まあコスパは非常にいいですね。あと最近ググったところによると、この巻き紙の、スリム用巻き紙っていうのがあるらしいですね。スリムタバコ用の、まあ、いわゆる、長さが短いやつね。
個人的にスリムしか吸わないんですけど、やっぱスリムペーパー、スリム用のペーパー、確かどこだっけ？どこだったっけな？どっか、割と有名な、どこだったかの会社が、ね、作ってます。あれ、スリム用ペーパーは多分ほとんど存在しないんで、かなりレアですね。いつもね、巻くときに、普通のさ、こういうサイズの、普通のサイズだと、ちょっと巻きすぎてるっていうか、その、余分な部分があるんですよね。スリムだから。スリムだから余分な部分があるっていうのがあって、ちょっと巻いた時になんか出来上がりがなんか不格好とかなってるパターンが結構多いので。まあ、それをチョイスするという手もあるなと思って。まあ、あと自分でね、なんだっけ、2メーターぐらいだっけ？2、3メーターぐらいの、長い、カットされてないタイプのやつを買って、まあ、自分でハサミでカットするっていう方法もあります。ただ、その際、糊がついてないんで、糊がついてないですからね。そこが難点ではあるよね。あれ、どこのペーパーだったっけな？ちょっとググりましょう。ですね。あ、ギゼですね。今度これ買おうかな。ギゼのエクストラスリムスーパーファインカットコーナーってやつ。こちらね。うん。エクストラスリム。まあ、スリムタイプの。あと、ちなみにマスコットからも出てるっぽいですね。マスコットのエクストラスリム66ってやつが、スリムタイプの。この2社ぐらいしか出てないんでね。うん。まあ、全部合わせても、3個ぐらいしか商品がないみたいで。スリムペーパーってスリムタイプの、スリムタイプっていうかね、長さがない。まあペーパーはこの3種類。ギゼから2種類出てて、マスコットから1種類出てます。合計3種類ぐらいしか存在しないという。まあ、今度これも買ってみようかなと思います。おまけにカット、コーナーカットされてるという。なかなかいい。ギゼの方は、燃焼速度が標準のペーパーと、あと、燃焼速度が遅い、まあ、薄いね。薄い紙のペーパーの2種類が出てる。ということで、こちらの、レーベル、こちら4つ星、ご視聴ありがとうございました。